作ろうか。それで今日はクーちゃんどうしたの？別に。
ちょっと暇だったから様子を見に来ただけなんだけど、なんだか大変そうだから帰るわ。私たちのいた頃と身長が全然変わってなくてびっくりしました。ものすごく怒るから、今度からクーちゃんの前で身長の話するのはやめてね、トトリちゃん。どうした？依頼の方は順調に、うん、では LINE では引き続き、お疲れ様。また。何を作ろうかな。これなら簡単。何を作ろうかな。これなら簡単。どれを使おう。どれを使おう。これで、それじゃできた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。それでいい。あらあら、おかん。それでいいのかしら。はい。は。ご。これでいいのに、ありがとう。これなら簡単。何を作ろう。それでいいのかしら。何を作ろうかな。これなら簡単。簡単。どれを使おう。それじゃ、ちょっとできた。どの特性をつけようかな。でで。アイテムを作ろうとしているが、希少材料が必要でまだできていない。すべて整えるまでに1年近くはかかるだろうと見積もっている。もっともお前たちの力ならばそれまでに自力で戻ってこられるだろうから、それを期待している。それだね。は
い、これで終わりです。1年か、本当かな、先は長いな。私思ったんですけど、作るのに時間がかかってもその時間分だけ過去に飛べば同じ時間にやってこれませんか？あ、そうだよね。それにひょっとしたら本当はすぐできるけど、あえて1年くらい放っておいて楽しんでいるんじゃ。未来でも相変わらず師匠って信用されてないんだな。でも身から出たサビだよね。これなら簡単か、どれを使おう。
それでいい。これで。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。あ、それじゃできた。どの特性をつけようかな。帰ってきたぞ、ロロナ。そして、アストリッドさんですか？全然見た目が変わってませんね。ん？誰だお前らは。誰に許可をもらってここにいる。あー、師匠、もう戻ってきたんですか？結構早かったですね。うん、妙な胸騒ぎがしたのでな。途中で切り上げて帰ってきたのだが、予感的中だな。しかもどうやら私のことを知っているようではないか。一からすべて説明しろ。あ、はい。どこから説明したらいいのやら。なるほどな。事情は大体理解した。ならば頑張って未来に戻ってくれ。未来の私も天才だな。まさか時間を跳躍させるとは。あれ、師匠は二人が帰るの手伝ってくれないんですか？無論だ。こんな状況をおもし、他の人間はともかく、直接要員の私が手を下すと未来が変わってしまう恐れがある。やっぱりそういうことってあるんですね。ロロナ先生とも少しそういう話はしていました。私は経験したことはないし、仮に変わっても今を生きている私には未来が変わったかどうかなど知る由もないが、だが少なくとも未来に帰らねばならないこの二人には影響があるかもしれない。あくまで推論だが、何分前例がないことなのでな、慎重にならざるを得ない。だから私は干渉しないことにする。それに何より面倒くさ、いや、しばらくしたら未来の私が迎えに来るだろうから、私は何もしなくても問題ない。本当に来るんでしょうか？弟子思いの私が迎えに来ないなど考えられないだろう。当の本人が言うのだから間違いない。よかったね。じゃあこれで安心して師匠の部屋に泊まれるよ。待て、それはどういうことだ。私の部屋を勝手に使っているというのか。アトリエは好きに使えばいいが、泊まるなら宿に泊まれ。初めはそう思ったりもしたんですが、私たち無一文で。そうですよ、こうなったのも元はといえば師匠のせいなんですから。部屋くらい貸してあげてもいいじゃないですか。私じゃない、未来の私だろうが。ってどっちも私のことか。うん、仕方あるまい、好きにしろ。ホーム、これなら簡単か。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。
新しいトレジャーできた。どの特性をつけようかな。おい、ロロナ。はい。これはなんだ。こんなものを置いたらまたここが狭くなるではないか。これですか。これはですね。あ、何か届いてる。何か帰ってきたんですか。話が見えん。一から説明しろ。ですね、はあ、さすが私だな。このようなものまで作ってしまうとは、我ながら末恐ろしい。それで何が入ってるんだ。開けてみますね。これは服ですね。確かに服みたいですね。でもなんか大胆なデザインだし。どれ、見せてみろ。これはファッションショーをやれということだな。そうだ。わざわざロロナ用の服を送ってくるということは、それ以外に理由はない。どうして私をって決まってるんですか。それって単にアストリッドさんが見たいから、そういう理由付けをしてるんじゃないですか。ああ、見たいとも。何しろ服のサイズがロロナにぴったりだからな。未来の私も同様ということだ。確かにぴったりです。しいほどに。お前の体のことは隅から隅まで全部把握しているからな。当然だ。さあ、そうと決まればショーの開催だ。ほら、早く着替えた着替えた。ちょっと待ってください。さすが私だ。よくわかっている。このエッジでソリッドな、ギリギリまで攻めた挑戦的なデザイン。言ってることがさっぱりわかりませんよ。それにしてもこの服、着る前から際どいデザインだと思ってたけど、着てみたら一層際どいんですけど。いやいや、素晴らしいぞ。天使が地上に舞い降りたかのようだ。実にいい。確かにちょっと可愛いかも。そうかな。恥ずかしいよ。結構いい感じですよ、ロロナ先生。だったら私の代わりに来てもいいんだよ。サイズが合わないし。このような素晴らしい服を用意するとは、さすが私だ。どうやら未来でも変わらず優秀なようだな。時間であった。もう伝えませんよ。でもこれでちゃんとアストリッドさんとやり取りできるみたいですから、ちょっと助かりますね。そうだね。内容はともかく、ちゃんと問題なく物が送られてきたし、うまく使って頑張っていこう。Thank you.